moments are the important moments that connect us. 急な小屋。皆さんこんばんは。3月26日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 技能版の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから急名古屋をお送りいたします。今日はね、もう名古屋も土砂降りの雨が降ってましたね。まあ今日全国的に雨だったのかな。ね、雨の中をね、車をね、運転してましたけども、まあ若い頃はね、そんな中でもね、かっ飛ばしてましたけども、まあ、最近はね、本当に、ね、あの安全運転をしております。滑り落ちマスクマンでございます。はい、この前はですね、滑りナイトだったんですけれども、山中さんが、ね、滑りナイトで出ていただいた。なんと1週間に2回も FM 技能湾に、ね、参加していた。金曜日もね、出られてたということで、もう山中さんウィークだったなと思った。味噌煮込みスキーと、これですね、大事なお話をまずしなければならないなと思ったんですけども、はい、ちょっとビジョンとしますね。はい、急名古屋、4月も続きます。やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。ダンサーズでございます。そうですよね、3月というか4月は改編のね、大事な時期ですからね。そうそう、ね、まあ無事にね、4月も放送が継続するということで、ありがたいですね。そうですね、はい、あの滑り王子は、ね、来るの？何も言われなくてもちゃんと来ますので大丈夫ですよ。来るぞ。呼ばれてなくても来ますから。呼ばれてなくても来るんだね。ゆっくりご自宅で休んでいただいてもいいですし。まあ多分ね、ここの席にね、座らないといけないようにもんですからね。はい。真ん中が空いちゃうとね。そう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 。まあ来るということで、じゃあまあ。受け入れます。ありがとうございます。受け入れ、受け入れるのね。はい、なんか許可されないこととかあるのかな。いやいや、まあね、そうじゃなくても座ってますから大丈夫ですよ。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは先輩後輩。今夜のテーマは先輩後輩です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 技能湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM 技能湾で検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、
心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、トップバッターですね。あら、美奈子さんからですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。お三人様、こんばんは。こんばんは。今夜も元気ですか？元気ですよ。元気ですよ。王子ちょっと元気。ん？王子ちょっと元気。ちょっと元気ってことは元気がそんなに元気じゃないの？ちょっとね、もうだいぶね、前からなんですけど、はい、今日特におかしくてね、お腹の調子本当に悪いんですよ。あ、本当、うん、で今日はあのラジオでちょっと言うのもあれですけども、はい、こう緩いのがついちゃってましてね、うんうん、なんか変なもん食べた？変なもんはいつも食べてるんですけど。変なもんいつも食べてる、いつも食べてるんだけど、変なもんいつも食べてたら、だからお腹がずっと調子が治らないんじゃない？ね、お腹強い方なんですよ、はい、本来はね。それがちょっとね、あれっていうね。でも私が聞く限り結構よく王子お腹壊してるよ。あ、そう。辛いものよく食べる。そう、辛いもの食べるからじゃないの？まあ辛いものは食べますけど、うんうん、ちょっとゆるい症状が出てまして、ね、あらあらと。そんな時に辛いもの食べちゃダメだよ。全然ね、食べてないんですけども、あと胃に優しいもの食べないと。そうだね、牛乳とかもちょっと控えてますんで、うんうん、あとね、冷たいものもね、うん、まあ飲んでもちょこっとぐらいにしてますけど、うん、なんかね、うん、お腹ぐるぐる言うんですよね。あ、うん、ちょっとね、その時はあまり無理に食べない方がいい、うん、ちょっとね、こう弱くなってますね、うん、まあ、トークも弱いですよね。あ、そうだね。、まあ、いろいろ弱いですね。はい、はい、私の高校の時の2つ上の先輩に RBC の比嘉俊嗣アナがいて、俊嗣アナを、はい、特進クラスだったのですが、私が所属していた吹奏楽部、はっきり言うと演奏会などの助っ人で準所属、あら、そうなのね、の当時3年生だった、3年生の先輩の半数は特進クラスだったので、他の部活の俊嗣アナを俊嗣様と様呼びをしていたぐらい、高身長、成績も学年で常にトップ、テニスが上手、笑顔が爽やかだったのです。あ、なんか全部揃ってるじゃないですか。つぶさん、やっぱり昔からそういう素質あったんですね。全部揃ってますよ。対して私の部活の3年生の先輩のニックネームがなぜか水銀とか水銀女性なのにカッパビ、カッパに美しい、うん、カッパビとか、うん、北京や俺の弁北京、うん、いや俺の弁当と呼ばれていた先輩もいました。いろんなあだ名が、俺の弁当と呼ばれていた理由は、私が通っていた高校は
校内売店や食堂もなく、朝校内に入ると外に出るには担任から外出届をもらわないと、体育教官室から丸見えだったので、授業中でも今校門出る生徒戻りなさいと校内放送がされるので、弁当や飲み物は持参だったんです。外に買い物ができなかったということですね。だから弁当の盗難はたまにあり、その先輩が授業中にカバンから教科書を出そうとしたら弁当がないことに気づき、大きな声で俺の弁当がない誰か盗んだ人はと叫んだことから俺の弁当と呼ばれた先輩もいたなでも水銀や、北京先輩の由来は未だに謎です。どうしたんでしょうね、なんでそれがついたかね、なんでしょうねどっからそのあだ名がついたかわからないですね。でもあだ名って結構ひょんなことからつきますよね。まあそうですね、ありますあります。でも一番多いのってこう名前からちょっとこうもじるっていうか、こうでもなんかね、変化されるの多くないですか。失敗したことをね、なんかこう逆手にあだ名になっちゃう人とかたまにいるんですよ、はい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 、ねえ、なんか読み間違えたやつをそのまま言われるとかね、はいはいはい、そういう人もいました、うん、だからなんかそのまあ外見とか名前の短縮形とかいろんなあだ名があるんですけれども、うん、そういうなんか面白い出来事からね、あだ名がついたりもするもんですね。あの案外あれじゃないですか、あの担任の先生とか学校の先生ってあだ名がつくような気がするんですけど、あ、はい、うん、あのね、生徒同士ではね、あだ名で呼んでたあの先生いっぱいいますからね。ありますね、なんかね、昔よくなんて言うんでしょうね、ティッシュを配るなんかあったじゃないですか、そういう街頭で、はいはいはい、うん、でなんかそれその英語の先生がそれをしてたっていう噂が、じゃあ真実かどうか分かんないですよ、たまたま同じ似たような人かもしれないっていう話から、その人ティッシュ配りって呼ばれてましたよ。あ、でもなんか ね、 そうね、なりやすい ね、なんかそういう風にね、そういう変な出来事からあだ名がついたりとかね、あとね、なんでか分からないんですけど、美術の先生でね、金魚って呼ばれてる女の先生がいました。あ、なんで金魚になったのか私も分からないんですよ。でも誰かが言ってるんでしょうね、生徒がね。ね、うん、何かを思って金魚っていう風に ね、 ね、それがこう浸透してみんなに、覚えられちゃったっていうね。ね、でなんか、あ、金魚来たとかって言ってね、なんかそんな風にね、あだ名って、ね、つくもんですよね。あ、今ね、金魚で思い出したんですけども、はい、その人も学校の、まあ、先生で教員なんですけども、まあ、昔やんちゃをしていたみたい でその人は金魚と呼ばれてるわけじゃないんですけども、その先生も自らね、私背中に鯉の入れ墨があるなっていうね、っていうふうに告白をされた先生がいらっしゃったっていうのは聞いたことがありますけども、うんうん、今ね、金魚で思い出したな。入れ墨が本当にあるんですか。うん、あるみたいなんです。だから昔やんちゃしてて、あ、まあ、若気の至りで背中にね、鯉の、まあ、タトゥーっていう、ね、あるっていう、ね、お話をされたっていうね、先生がいらっしゃいましたね。へえ、ね、今だったらちょっと大問題ですよね。うん、ね、でもね、それもね、まあ、自分で告白しない限りはなかなかね、この、うん、まあ、隠れてる部分ならね、うん、あそっかそっか、うん、見えないんだね、見えないところなんです、分かんないですよ、言わなきゃ分かんないですもんね、分からないですからね、上の先生方もね。なるほどね。あ、岐阜の9人のバーバーさんがね、私も日が年継ぐ穴不安でした、昔はもっとイケメンでしたよねって。あ、みんなイケメンに弱いんだねあのね、本当にシュッとしてね、顔もちっちゃくてね、身長も高くてね、うん、はい、うん、まあモテますね多分、うん、あ、うん、でも私ミレーサンドあげてすごい喜んでました、ね、そうミレーサンド好きなんですよ、つぐさんね、うん、実際私もお会いしまして背が高いですね、180超えてますね、うん、あ、超えてますね、180超えてましたね、うんうん、確かに、うん、あら、ヤンポーさんがね、はい、王子セイロガン飲みなさい、本当にそうなんだよね本当にうん、セイロガンはなくって調整剤はありましたので、調
うん、それは飲みましたけども、あ、調整剤って、あ、うん、調整剤、腸ね、腸を整えるってね、うんうん、ちょっと滑り調整してもらえます、なかなか誰かそれをあの処方してくれる方、ただね、あの何度も言いますけども、はい、あの王子別にそれを飲まなくても滑ることはございませんので、おだまり大丈夫です、おだまりはってはって今言いました、今自然の声でしたよ、びっくりしましたすいません、放送なの忘れて今ちょっと素が出てしまったわ、びっくりしました今、普通のはって言ってましたからねいやちょっと心の声です、うん、漏れ出ましたね、それ本音なのね、はい、あの心の声ですよ、あ、骨か高坊さん、あのツイキャスでこんばんはということで来てます、こんばんは、あと沖縄大好きさんもこんばん、名古屋、名古屋ですで、 FMJG 新一さんこんばんは、今日はオープニングに間に合いました、ありがとうございます、 FMJG 新一さんは、うん、スポンサーであります、はい、アートワークウェブサイト、うん、FMJG さんです、はい、高坊さん東京もおしゃぶりでした、あれ土砂降りじゃないんで、おしゃぶりになってる、おしゃぶり、うん、なんか違う意味でいいな、うん、そっち、うんうん、違う意味でね、違う意味でいろいろ考えちゃうね、うん、そうそうそう、はい、あんつばさんこんばんはということで、こんばんはということで、で湯の急人のバーバーさんがね、こんばんは、今日は強風と寒さでここは北海道かと勘違いするほどでした、そうなの、今日風強いし、寒いですよ、夜寒くなりましたね、寒いですね、寒いですね、カップボーイさんが、味噌煮込みスキーさん、ダンサーさん、ひげを剃っても薬みつるさん、皆さんこんばんワンワン、そっちは大雨だったんですね、悩ましい、うん、今こっちは喉から手が出るほど雨が欲しいっていうことで、あ、そう、すごく天気良くてね、いいなって思ってるんですけど、ただね、ダムの貯水率が気になりますからね、雨は降ってほしいですよね、やっぱり、うんうん、では番組継続おめでとうございます、はい、ありがとうございます、 FMJG さんありがとうございます、また今後ともよ、ね、お世話になります、はい、よろしくお願いします、で岐阜の9人のバーバーさん、夕飯作ります、あ、夕ご飯作りながら聞いてますということでね、はい、あのあれじゃないの、あの王子のトーク聞きながらだと、その素晴らしいあれじゃないの、料理がさ、あの、うん、ポンポンできちゃうんじゃないかなと思って、こうテンションが上がってですね、テンションが上がって、うん、ちょっとじゃあ今日はあのね、もう一流あの料理店と同じぐらいのね、あの料理があの仕上がるんじゃないかなって、ふざけるなー何それ、うん、高坊さんが、慌てはってしてしまいましたって、慌てちゃったって、うん、慌てはってしの泡が、うん、あの泡になってるけど、うん、で、まあ、あんつぼさんがね、王子は八丈島あたりに転勤って、うん、なかなか転勤させてもらえないんだよね、またすぐにあの戻されるってパターンが多いんだけどね、すぐにね、あのまた戻されるっていうパターンが多いんですけどね、はい、で、進撃のめいちゃんが何でしょう、なんか通常通りの旧名古屋がなんか落ち着く気がしてる自分がいますって、あー、これが、ね、まあ、標準なんですね、そうね、やっぱり滑りないとはね、あ、でも高坊さんがね、うん、1ヶ月滑りないとしたら2人とも無言になる可能性大って、体が持ちません、あ、でも、でもあのリラックスしてもらって休憩していただければ結構ですので、王子はずっとだんだん2人ともね、ずっと喋ってますよ、サイドで下向いてくるのね、だんだんね、で、ヤンポーさんがこんばんはってことで、はい、こんばんは、はい、埼玉のゴーさん、ダンサーズさん、ミソさん、マスク、マスク、マスクちゃん、リスナーの皆さんこんばんは、はい、こんばんは、寒の戻りですね、埼玉ですっていう、うん、そう、やっぱり関東も寒そうですね、うん、そうだよね、うん、はい、ということで、はい、はい、メールお願いします、はい、ご紹介します、はい、ダンサーズさん、ミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです、ありがとうございます、忙しい日が続き久しぶりのメールになりました、本当ですね、うん、ありがとうございます、はい、あら、またこれも素晴らしいメールでございますな、はい、初代の鬼嫁は同じ高校の1学年先輩でした、あ、そうか、一つ年上だったんですね、うん、なんかこれ言っていいのかしらと思っちゃうような、ね、文面ですね、え、うん、大丈夫、うん、大丈夫ですね、あの、ちゃんと書いてありますから、はい、ですので、嫁の友達と遊ぶときは下っ端の自分がいつもパシリに、時にはコーヒーを入れたり、時には亀の水槽掃除をさせられたり、でも学生時代は明るく人気者だった彼女を嫁にできたのはある意味優越感もありました、うん、過去形、
過去形になってますね。あ、そうね、過去形ですね、ちなみに王子は年上の女性は好きですか？うん、全然いいですね、大好きですね、私は、うん、私は20代から50代まで OK です。あ、王子ちょっと違うな、18が入ってますので、王子は一応10代後半からは OK でございますね。お黙り、うん、から、50代まで OK でございます。あのね、50代までなの？うん、あのね、なんか60の方になると、あの、はい、もうなんか説教させられてて、なんか、ね、王子が説教されるってことね。そうそうさ、ね、なんかもうあの、お母さんちょっとあのごめんなさいみたいな。あ、そうだね、そうなりますよね、うん、どうしてもね、あのだんだんお母さん世代になっちゃうからね。そうそう、あの、うん、身だしなみが悪いとかね、うん、なんかいろいろ言われそうですから、ね、しつけされそうな感じですよね。そうそう、あのボタンがちゃんと上まで閉まってないとかね、うんうんうん、なんか言われそうですからね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さてとですね、続いてですね、はい、ラジオネームうどん、うどん県大好き、うどん県大好きさんかな、うん、大好きさんですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私が今でも覚えている先輩からの一言は、クビになるかもしれないです。え？は？前の職場の副店長から営業終了後に言われたことです。当時は今より、人付き合いが下手で、とうとう昼ご飯を同じ時間帯に食べたくないとまで言われました。私はその数週間後に、退職しました。おう、まあ、なかなかこう合わない場合がございますからね。まあ、ありますよね、うん、おう、これはね、あの今ってね、この間もテレビでやってましたけども、はい、の、うん、モラハラとかパワハラがね、はいはい、やっぱりね、ちゃんとしたですね、その、公共のそういう事業をやられてるようなところとかね、うん、ので、そういう、上司の方なんかでも結構きついらしいですね。それにちょっとなかなか耐えられないとか、あと病院の先生なんかでもですね、うん、あの勤務時間がものすごく長くて、うん、休みを取らせてもらえないっていうね、まあ、それでちょっとこの自分が病気になっちゃう。あ、でもね、うん、医療関係の人は本当にね、もう人も数もいないですし、うんうん、やっぱり、ね、年々そういう、ね、まあ、コロナのこともあったりとか、とにかく勤務がハードですよね。いろんな方を治してあげたいと思ってね、うん、ご情熱を持ってやられてるから、ね、先生もいらっしゃいますけども、その先生が逆にね、そう、ちょっとこう心痛めちゃったりとか、うん、体の、ね、体調悪くしちゃったりっていうことが、ね、やっぱり先生も人間ですからね。そうです、そうです、そう、やっぱり休息したりする人も大必要ですしね、うんうん、なかなかこのあたりのバランスってすごく難しいですよね。そうですね、そのね、うん、いい仕事もできないですよね、そこまでね、根詰めてやっちゃうと ね、いくら好きでもやっぱりね、人間ですから休憩しないとね、持たないですし、やっぱりね、心も壊れますよね、うん、本当に。まあ、医療の、ね、関係のお仕事の方はね、うん、まあ、ミスがあっては大変なことになりますので、うん、ね、その辺はね、十分ね、気をつけてやられてると思うんですけども、本当、あの医療従事者の方大変ですよ、うん、本当に 見てますけども、うん、いや、気が緩めないというか、うん、そうなんですよね、うん、本当に気が抜けないですから、まあまあ、どんな仕事でもそうなんですけど、まあ、そうですね、でも本当にね、一歩間違えたら人の命に関わるから、もうなおさらですよね。そうですね、うん、はい、はい、じゃあ見ていきますね。スイカスでですね、はい、あんつばさんが昨日今日26度ん気温ですね、うんうん、おー、あったかいですね、うん、そしてあの FMJGC さん、年上の女性いいですよね、姉さん、あ、姉さんじゃん、姉さん女房です、姉さんじゃない、姉さん、姉さん女房、姉さん女房です、うん、いやなんかあるんじゃないですか。いや、まあ、別にあれですね、はい、まあ、あのね、年上 の、まあ、あの奥さんでも、まあ、年齢が近ければね、うん、本当に、まあ、あの同じ感覚ですよね、こういろんな話してても全部、合いますので、うんうん、ただちょっとね、年齢が離れてると、うんうん、なかなかちょっとそういうね、食いつく話も違うんじゃないかなと思ってしまいます。食いつく話、うん、何でしょうか。
例えばですね、はい、まあ、簡単に言うとそのあの昔の番組とかね、はい、そう、でもね、なかなかこう合わないとかね、年齢ほんの少し違うだけで、うん、もう見てるテレビ番組が全然変わったりとか、変わります、ね、あとカラオケに行くともう完全に歌違いますよね、歌が違いますね、全く違います、そうですね、うん、そういう面はね、あるのかなと思うんですけども、うん、でもあのね、ただあの王子からしてみるとすごい若い奥さんだったらどうなのかなっていうふうに思うんですけど、加藤茶さんってね、そうそう、うん、すごい離れてるんですよね、離れてて、うん、どうなのかなってこう、うん、ね、なかなか、こう一緒に生活してってもね、うん、どうなのかなってそういうなんか、まあ、不思議というかね、そういう体験したことがありませんので、うんうん、どんな風なんだろうな、ただ本当に周りはね若い奥さんでいいよねっていうね、うん、いうのはあるかわからないですけど、うん、なんかどんな感覚なんだろうな、会話が噛み合うのかなとかね、そうだからね、歌の話とかするとね、もう完全にその方から見たら夏メロじゃないっていうのが自分はリアルタイムで歌ってる歌だったりとかね、うんうん、だからね、あのあれもありますよね、うん、あのこう奥さんが若いからもうテキパキ動くんだけど、うん、まあ、旦那さんはどんどんね、うん、年老いていくとこう動きも鈍くなるとかね、うんうん、いろんなこうスピード的なものもね、もうなんかあれですね、夫婦というか介護みたいな感じになってきますよね、だからそういうのもね、うん、まあ、出てくるんだろうなと思うんですけど、まあ、そうですよね、うん、あ、有名人の先輩後輩といえばって FM ジジシンチさん、はい、普天間香織さんですねって、お直接な 面識はないですが同じ高校の一つ下でした、うんうん、当時からオーラがあって可愛らしかったですよって、歌はもちろんピカイチ、普天間香織さん実はすごくこの東海地区名古屋にもゆかりのある方、はいはい、あ、そうなんですか、今の福島ですよね、あ、福島にお住まい で、うん、でラジオ福島でよく喋ってられると思うんですけども、うん、実は普天間香織さんこの名古屋、うん、東海ラジオで喋ってて、実は確かあの東海ラジオで AD されてたんじゃなかったかな、あ、そうなの、そうなんですか、なんか、うん、あのバイトをしてたと思うんですよ、へー、そうなんですか、うん、確かですよ、確かですよ、うん、いや不確かな情報やめてくださいよ、うん、ちゃんと、ちゃんと、うん、あの実は名古屋にもとてもゆかりになる方なんです、はいはい、はい、うん、そうだったんですね、はい、はい、じゃあメール読んでもいいですか、はい、ジェニガタ警部さんからです、ありがとうございます、本日のテーマ先輩後輩ですが、私の出身の中学校は先輩後輩が分かるように各学年ごとに名前の入った制服の刺繍や、体育着に色分けされていましたねって、私が中学校に入学した時の色は青色で、一つ上の先輩の色は赤で、最上級生の、3年生の色は緑色と分かれ、3年生が卒業した後に入れ替わりで入学した1年生は緑色となって3つの色の繰り返しになっていました。お三方が中学生の頃は何色で先輩後輩か分かりましたかっていうことです。あ、分かりましたよね、同じですね、何色、うん、何色、私の中学校は自分が青で、一個一つ上が緑で、でもう一つ上が茶色っていうか赤色かなでしたよ。それはあれ、あの名札かなんかで分かるってことですか。体操着、体育着のなんかラインの色とか、うん、はいはい、襟のところとか、あとね、うん、教室で履くスリッパの色がその3、はいはい、分かれてました。だから自分が卒業したら次の新しい1年生がまた青色になるとか、うんうんうん、そんな感じ。スリッパはあったような気がするんですけども、うん、まあ、銭形さんが言ってる感じで本当にそんな感じでした、うん、あ、そうなんですね、うん、あんまりその王子記憶がないですね、なんかみんな同じだったような感じで、ただスリッパの色が違ったのかなっていうぐらいですけど、それもあの確かではございませんね。高校の時がエンジ色だったような覚えが、そうですね、なんかそんな、あ、中学校じゃなかった、高校かもしれない、うん、うん、あれ中学校は、あれ中学校もあったのかな、スリッパですよ、体幹シューズじゃないですよね、小学校が体幹シューズ、あ、体幹シューズもありましたよ、あ、じゃあ中学校かな、校体幹シューズもありましたよ、うん、そうそう、だから銭形さんと同じように、うん、やっぱり色分けされてて、
そんな感じでした。はいはい、うん、そうそう、あ、体幹シューズもありましたね。うん、体幹シューズはでも色分けされてたかあんまり覚えてないんですけど、その教室用のスリッパはちゃんと色分けしてましたよ。うん、ああ。あ、ヤンポンさん、中学校は 1年から3年まで同じ色だったって、うん、あ、色分けされてないってことですよね。うん、あ、なんかヤンポンさん、もう一個気になることが、俺は21歳下の女性からの逆プロポーズを断りましたって。そんなこともあるんですね。言っちゃうんだけどな。でもシュープリームさんのこれもね、うん、これもね、なんだかんだ言って今の嫁は、20歳下、あら、まあ30を超えてくると、年齢差は薄れてきます。それでも若い方は何してもいいですよ、あの、健康だしね。でも20歳離れてるんですか、すごいですね。そうだね、王子も今こうね、はい、違う方と、お妃に迎えるとしたら、まあどうでしょうね、かなり下になってしまいますね。どれぐらいなんですか。20歳、いや、あの、それ言うとあの王子の年齢がすぐに分かっちゃうっていう。でもスプリームさんは30超えると年齢差を連れてきますってことは、今の奥さんが例えば30歳だったらスプリームさんが50歳になるってことですよね。まあ単純にそういうことですね。そういうことですよね。まあ老けてるっていうのもあるかもしれないですけど。でもまあ、うん、まあ、ね、あ、でもそっか、30歳ぐらいになっちゃう。だ、例えば25と45とかだったらそこまでなんか、あ、年の差があってなるけど、30と50だったらまあ同じような感じってなっちゃうのかな。あ、まあまあ言ってる意味は分からなくはないですね。だから、例えば奥様が40歳になった時に自分が60だと、あんまりそこまで差が感じられないってことか。まあご夫婦だとね、あんまりそれがね、あんまりこう感じたくなるっていうのがあるかもしれないですね。まあなんかこう一緒に生活してると、なんか馴染む感じもありますよね。だからやっぱりね、この50代の人がですよ、もう30代、まあ、要するにね、もう前半の方だとすごい若いなっていう風にね、もうこの肌ツヤも違うじゃないですか、ね、なんかあんつばさんがね、一回り違うと意外と話が合うって、あ、そういうもんなのかな。あ、そうなの。あら、まあ、なんか私が入ってね、一番最初に入った会社の、まあ、同期です、まあ、同じ年なんですけど、あのね、その課長さんと結婚しましたよね。あの、全然違う部署ですよ、本当に年の差が何歳離れてたかな、14歳ぐらい離れてて、でも意外と違和感ないなっていう、まあまあまあ、逆に言えばその方がなんていうの、年齢より若く、その旦那様が、若い感じだ、若くなるんですかね、やっぱ奥様が若いと。まあまあまあ、そうなってきますよね。だからね、あんまり違和感がなかったです、これあんつばさんの、これすごくない、加藤着彩は今80歳と35歳だってって。あ、そうなんですね。あれ そんなに離れてました。あ、でも35歳、かなり離れてた覚えはありますよ。45歳差があるってことだよね。でも確かすごい年の差があるなって思ってました。あら、まあ、でも結婚しても何年経ちましたかね。結構経ちますね。ねえ、だって確かあの当時何歳だった、20代だったような。多分20代ですよね。で70代だったような気がしますね。そうですよね。35歳全然若いじゃないですか。でも35と80はさすがにすごいですね。うん、もう介護ですよね。介護ですね。もうっていうよりも、もうあれですよね、孫ですよね。そう、孫のね、近いようなね、あれになってますよね。あ、でスプリームさんがね、姉さん女房は金のわらじを履いてでも探せって言いますよね。そういうね、お話多いですよね。年上のね、女性からね、嫁さんからガンガン言われちゃって、もう何ともなりませんって場合がありますからね。でもあれかな、はい、年下の方でもね、結構このね、アグレッシブな、ね、奥さんいらっしゃいますから、どんどんやられちゃうって場合がありますからね、旦那さんの、年上の方でもす
すごい若い若く見える方いらっしゃいますよ。うん、いらっしゃいますね、うんうんうん、え、そうなのっていう方いらっしゃいますし、うん、そうだよね、うん、あの人そうですね、あの社長安いっていうあの人、ああの人確か還暦ですよ。ああ、うん、確かそうすると、まあ、あの方も、まあまあ、ね、こうやっぱりブラウン管通してでもね、若く見えますよね。ブラウン管通して、いいわ、いいですね、うん、久しぶりに聞きました、ブラウン管通して、うん、あの社長が言いそうなことでしょ社長が言いそうなことでしょ、 DVD ですけど、うん、DVD とかねいいですね、久しぶりにブラウン管通してって、うん、いいですね、言い返されちゃいますよ、今ね、あの、うん、ブラウン管なんかないよって言われちゃうよ。ないよね。あの今の世代の人ブラウン管って何ってなります、ね。まず何ってなりますよね。あの電気カミソリって言われるかもしれないです。ああ。いやーもうブラウン管もねだいぶね、うん、なくなってきましたからね。はい、はい、ということで、はい、CM に行きたいと思います。はいはい、CM の後は名古屋は栄養コーナーです。はい。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キユナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーでございます。はい、はい、その前にですね、うん、FMJ 自身さん、うん、ブラウン管笑いっていうか、うん、王子の声やっぱり夢グループの社長に似ている。え、似てます。うん、なんかあれ、うん、あのまああの口調が似てるっていうのかな。声とかじゃ多分ないでしょうね、うん、なんかこう物腰柔らかい喋り方、うん、あ、今日は何々を紹介しますっていう風な、ちょっと商品の紹介、ね、商品、でもあんまり似てないと思うんだけどな。あの、はい、今日はコーヒーのペットボトルをご紹介します。こんな感じ。わかんない、なんか似てんのかな、うん、どうなんでしょう ね、 あんまりあのちょっと語尾を伸ばしますよね、あの社長、うん、あのやでもあのダンサーズが言ったあの、うん、女性の方がインパクトがありますので、うん、あの社長よりかかっね、そうそうそうですよね、かっされちゃいますよね。社長安いの人がね、うん、とっても安いみたいな、ね、あの方にだいぶ持ってかれちゃいますよね。そうそう持ってかれちゃうね。あの芝居がかったね、喋りがなかなかいいでございますな、私でもできるとか言うのもいいそうなんですよ本当に。で、まあ、あの、うん、名古屋栄養、はい、なんですけども、うん、はい、あのまあ、名古屋のことについてとは思ったんですけども、うんうん、まあ名古屋での先輩後輩、うん、まああの何でしょうね、あの
まあ、先輩のことをパイセンとかって言ってることも言ってますし、うん、まあ、後輩のことなんて言ってるのかちょっと分かりませんけど、うん、まあ、パイセンとか言いますけども、うんうん、パイセンって言います？言ってますよ。本当、うん、まあ、パイセンっていうのはよくね、うん、あれでしたけど、まあまあ、最近はね、あの、そういう年上の方にねパイセンとは言いませんけど、うんうん、あのでもね、うん、あの、まあ、王子がね、今お付き合いしてるこう先輩の方々結構年上ってもうだいぶね、うん、10から15とかねもっと上かなの方がいらっしゃるんですけども、うん、まあ皆さんね名古屋弁がきついですね。はあ、うん、もうまあ言ってみたら俗に言うもうおじいちゃん世代の方なんですけども、うん、もう一人の方はですね、ナモっていうのをね使うんですよね。あ、本当に、うん、そうですね、リアルでナモを使うんですね、うんうん、そうですナモと。あ、なかなかあの、うん、ね、名古屋人でも聞き慣れないっていう言い方は変ですけども、うんうん、山田正しか言う、うん、そうそうそう、でもね、やっぱり名古屋弁の先輩といえばね山田正さんですよね、うん、まあそうですね、マイポマイポでしょ、そうですよもう本当にそうですよ、うん、ね、あの名古屋弁の CM はね、うん、インパクトありますよね、うんうん、だから結構ね、あの、まあ王子なんかも聞き慣れちゃってますので、うん、あんまりね、どこがどこで、あの、なんていうのかな、あの、名古屋弁きついなっていうふうにはあまり思わないんですけども、うん、まあ、普通にこうね、あの、喋られてますんで、ただ、県外の方とかね、うん、聞いたらね、すごい名古屋弁だなっていうね、いや、もう王子は結構名古屋弁だと思いますけどね、うん、あの、1から10まで名古屋弁という方、本当にいらっしゃいますんで、なんか、あの、県外、まあ、あの、この愛知県とか岐阜県とか、まあ、そ、あの、東海地区以外の方から聞くと喧嘩してるように聞こえるっていうふうに言われたことありますよ。あ、うん、でもやっぱり、名古屋弁ってそこ、ね、自分たちが普段喋ってるからあまり気がつかないんですけど、うんうん、あのやっぱり東京から、ね、こう出張して、うん、ね、まあ、来るじゃないですか、うん、まあね、で、まあ、今はないんですけど前ね、あの、こう飲み会とかがありまして、その宴会の席でですね、あの、まあ、名古屋弁がすごい上司がいて、で、まあ、東京からちょっと来た人がいて、で、その人が、まあ、もう一人後で来るからって言ったんですけど、お店の人に、あの、上司が、まあ、まあ、あと、まあ2人ばっか来るでって言ったんですよ、はいはい、だから東京のから来た人が、え、お店の人に2人ばかばかが来るって思って、でも名古屋弁で言うと2人ばかっていうのは2人ぐらいっていう意味なんですよね、うん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 、いやー、あれはね、うんうん、そう、自分はやっぱりその東京の人が驚いて、うん、で初めて、あ、そこ、これ名古屋弁なんだって思ったんですけど、うん、ねえ、そんなもんですよね、うん、まあ、そうだよね、名古屋弁って、うん、まあ、ほんと、うん、わかりますよ、うん、もう名古屋弁でやっぱよくあるのが偉いですよね、うん、まあ、偉い、偉いね、偉い、うんうん、ね、あの、偉い、偉い、うん、意味は、うん、まあ、まあ、まあ、使い方としては、まあ、偉いでかんわってことでしょ、うん、まあ、疲れるですね、疲れたとか、疲れるとかですね、うんうんうん、偉い人の偉いじゃないんですか、うん、そうですね、うんうん、だから、あの、机なんかよくね、あの、机つってねって言うんですけど、はい、うん、つってか、机つってってね、うん、びっくりしますよね、うんうん、まあ、運んでですよ ね、 ね、うん、持ち上げるとかね、うんうん、でもね、よく考えてみたら、はい、今一番、まあ、名古屋で有名な方がね、よく喋ってますよね、うん、あの、市長がね、あ、河村市長はもう本当にね、名古屋弁をね、あ、あの、まあ、流暢にですね、うん、全国的に、ね、流暢なのか、うん、だからかなりね、結構強調してますけどね、まあまあまあ、それをやっぱり、うん、デフォルメすごいですよね、うん、デフォルメすごい、多分あれは本当にね、名古屋の PR をもってしてっていうところがあるんでしょうね、うん、だからね、あの、なんかこう名古屋弁が知りたいなと思ったらね、 YouTube なんかでね、河村市長をね検索してもらえばね、うん、でも河村市長の名古屋弁って合ってます？一応あもう合ってるんだけど、今やっぱりね、ちょっと、強調されてるところがありますね、うんうん、でもね、まあ、やっぱりこう沖縄でも、ね、それこそ南部中部北部って全然訛りが違うように、うんうん、名古屋の中でもやっぱり名古屋市内の中でもこうなんていうんですか、
なんですか、西側と東側って全然訛りが違いますよね、うんうん、そうですね、うん、やっぱり東側の方がちょっと東地が南側かな、うん、ちょっとあの三河弁が混じったりとか、はいはい、うん、でまたね、あの西側はちょっと名古屋弁がきつかったりとかしますよね、うんうん、まあ、そうです、結構違うんですよね、うん、ちょっと違いますね、うん、あの三河弁特にあの西三河東三河でちょっと変わってきますね、うんうん、ですね、あ、ということで、うん、じゃあ名古屋は栄養コーナー以上でよろしいですか、はい、はい、名古屋は栄養コーナーでした、はい、はい、追加数でチェッカーズ無双さんが、はい、チャス、お久しぶりです、チャス、チャス毎日冷蔵庫の一等地に貼ってある急なごぼうのフライヤーと目が合ってるので久しぶりな感じはしないですって、あー、うん、そうそう、確かねえ、急なごぼう、あれ、エーサーパンでしたっけ、なんかで大きな方でしたっけ、いや、大きな方のあれでしたっけ、栄養だったかな、サイズはちょっと忘れましたけど、はい、あの武装さんにね、フライヤーを、ね、ご案内したことがあって、あります、あります、はい、でも貼ってくださってるんですね、イベント終わったんですけどね、で今ね、キウナゴボウのフライヤーのちょっと形を変えたのが今ね、キウナゴヤのフライヤーになってますよね、うん、そうですね、まあ、勝てるのチラシなんですけど、ね、これがね、FMJG さんで作っていただいたね、素晴らしい、うん、はい、ね、フライヤーなんですよ、はい、ありがとうございます、はい、メールお願いします、はい、はい、メールご紹介します、はい、こちらはですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、初めて社会に出て就職した会社では良い先輩に恵まれ大変可愛がってもらいました、退職後も交流が続き今でも感謝しています、今の職場では自分が古株となり先輩もほとんどいませんが、現在所属している部署は2人しかいないので後輩もいない状態ですね、この先後輩ができる時は来るのかなということでございます、でもまた新しい方ね、入られるような感じがあるんじゃないですかね、もうずっと固定なのかな、なかなかあの新しい方が入ってこられないのかな、うん、でもまあですね、もう先輩という立場でずっとね、いらしてなかなかいいかもしれないですよ、まあ、うちの会社の今のいる部署ですね、はい、おっさんばっかりですけど、まあ、おっさんあれ、おっさんばっかりってことは若い部署どうしたんですか、若い人はまた違う部署にいるんですよ、ね、あ、そういうこと、そういうことね、自分の部署にはおじさん率高めってやつ、おっさんばっかり、難しいですよ、まあ、おっさんばっかりまあ、カレー州のオンパレードだね、はい、いや入りたくないわその部屋、はい、あ、沖縄 T シャツ屋さん、パパ屋さんです、今夜も元気にこんばんは、こんばんは、とこなめの子が雨でぐちゃぐちゃになったグランドをじゅるっとるって言ったけど、いまだにどこの方言か判明してません、あ、なんかじゅるっとる、時なめって下の方だとあれなのかな、じゅるっとる、うん、ね、ちょっとまた方言違うのかな、わかんないですね、まあまあぐちゃぐちゃってことですよね、うん、雨でぐちゃぐちゃになったグランドなんていう、うん、びしゃびしゃになってるとか言う、まあまあぐちゃぐちゃとか、ぐちゃぐちゃになっとるかって、とまあベタベタだがや、ベタベタだが、ベタベタだがや、わあ名古屋弁だ、はい、チェッカーズ無双さんが三河弁ダラリンみたいなやつ、うん、あれ好き、ジャンダラリンって言いますね、あれ好きって、うん、あーね、あれ好きミョンみたいなのありましたっけって、なんだろう、ミョン、ミョン、ミョン、あいみょんならわかる、うん。全然違う、まあ、ジャンダラリンのことかな、うん、はい、はい、はい、じゃあ続いてですね、はい、メールご紹介します、はい、お願いします、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、はい、ありがとうございま す, いますダンサーさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋、先輩後輩エピソードで言うと、高校生の頃に舞台をやっていた自分ですが、え、舞台、はい、あ、
メンバーは那覇市内や一部浦添市内のいろんな学校から来てる人たちがいっぱいでした。その中には知ってる先輩後輩もいればいとこもいました。小学校6年生から高校3年生と学年が離れていました。先輩後輩、年が近い人同士で呼び捨てで呼び合う中の人もいましたよ。そういう意味では仲が良かったですね、ということです。まあそうでしょうね、まあ、あの身内の方もいらっしゃるような感じですからね、もう先輩後輩関係なく仲良しということですね。ああ、いいことですね、うんうん、はい、続いてメールご紹介します。はい、料理も作り終わったかな。ね、お疲れ様です。岐阜のキュウリのバーバさんからです。ありがとうございます。若い頃働いていた中のお土産店の先輩、はい、あ、お土産店で、あ、はい、綺麗で優しくて頭が良くて憧れの先輩でした。そういう方をご紹介ください、王子に。ん、何も言わないね、うん、お黙り。35年以上疎遠かなになってて、ふと彼女のことを思い出し SNS で名前を検索してみたんです。そしたら沖縄の北部で訳ありのお子さんたちの里親になっていることが分かりました。ああ、沖縄タイムスにも彼女のことが、掲載されていて本当にびっくりしました。勉強を教えたり食事を作ってあげたり、多分お金もかかると思うのに本当に偉いな、でも彼女らしい生き方だなと感心している私です。いろいろ勉強させてもらった良い先輩でもありました。 iPhone から送信ということでございます。うん、まあね、いろんな、またあの、まあ、職業というかそういう、まあ、いろんな、ね、教育なんかに携わる方も、ね、いらっしゃると思うんですけども、ね、それでなんていうのかな、気づいてっていうのかな、こう分かって、今この方そういうこともやってるんだとかね、うん、あの、まあね、あの結構、例えばですよ、これは例えばなしですね、あのホストやってただよ、ね、まあ、例えがそこ、うん、で、じゃホストやってて、ね、何年後かにあのその方を例えば本当に検索したらお坊さんやってたとかね、うん、だからさ、それぐらいのこうギャップがあるっていうことじゃないでしょうかね、うんうん、まあ、そういう方はあのおじ見たことないですけども、まあ、それぐらい あのギャップがあったら皆さんびっくりするっていうね、うん、そういうことじゃないかなと思うんですけども、あの、まあ、ギャップになるかどうかわからないですけども、うん、まあ、うちの私が勤務してる会社で、はい、あのなんかそのオーディオ好きの、まあまあ、後輩なんですけども、うん、オーディオ好きなんですよ、はいはい、もう、うん、アンプが凝ったアンプを買ったりとかスピーカーを買ったり、うんうんうん、でやっぱりそういうの買ってるとお金がなくなってくるんですよ。はいはいはい。で、ある時ですね、そいつ実は来た時にもう全く別人に見えたんです。なんとですね、カツラをかぶってたんですね、実は。はいはいはい。で、カツラを取っちゃったんですよ、うんうん、で、カツラってあの更新するんですけど、うん、定期的に、うん、定期的に更新するのに100万ぐらいかかるらしいんですよ。おうおう。で、もうそのお金がないから、うん、でないからそのお金どうするのって言ったら、オーディオに回すと、はいはい、いうことで、そのカツラ代がオーディオに回ったと、うん、で、もう、まあ、まあ頭ずる向けだったんですけど、まあ、あの地肌のまんまってことですね、うん、そうなんですね、うん、もう何もないです。はいはいはい。メールいいですか、いつ、はい、ヤンポーさんからです、はい、生徒指導部の顧問の先生、通称レスラーって書いてあるが、弱い者いじめはダメだが強い者いじめは OK と言ってたので、俺らは可愛い後輩たちから人化名する先輩は徹底的に潰してましたってことで、人化名っていうのはあれです、まあ、沖縄の方言なんですけれど、うん、まあ、要はお金を、ね、うんうん、カツアゲっていうやつかね、うんうんうん、お金を取るってやつですね、まあ、ジャンプですね、うんうんうん、まあ、そうですね、うん、チャリチャリ言うかなっていうねということです。はい、はい、うん、はい、まあまあいますよ、ちょっとね、うん、美奈子さんからね、はい、就職でメールが来てたんですけど、はい、また来週に紹介したいと思います。はい、はい、はい、そうなんですよ、ちょっとね、うん、その前にね、紹介する予定だったんですけど、うん、はい、はい、じゃあエンディングですね、はい、はい、ということでエンディングです。来週のテーマは体調。来週のテーマは体調です。体調がいまいち
毎日ウォーキングしているから体調がいいなど、体調にまつわるエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長し長田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、うん、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。今日ちょっと余裕で最後、余裕で、余裕はなかったけどね、はい、なんかあんつまさんがダラリン鼻から牛乳って、それチャラリンだよね。そうだね。はい、はい、はい、ということで、はい、来週お聞きください。はい、閉店。ガランガラン。はい、はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと閉店ガラガラって言おうとしたらさ、睨まれちゃった。うん、びっくりしたもん。いつも閉店は王子が言うでしょ。ガラガラかなと思ったら閉店から来ましたからね。いや、今度は逆に閉店って私が言ったら王子がガラガラって言ってくれるかなと思ったら、いや、閉店って言った時点で睨まれたんですけど、えと思いましたからね。はい、はい、ということで来週も聞いてください。来週も聞いてください。来週です。